イザヤの預言。私が主、他にはいない。光を作り、闇を創造し、平和をもたらし、災いを創造する者。私が主、これらのことをする者のである。天よ、地よ、滴らせよ。雲よ、正義を注げ。地が開いて、救いが実を結ぶように。恵みの御業が共に芽生えるように。私は主、それを創造する。神である方、天を創造し、地を形作り。作り上げて、固く据えられた方、混沌として創造されたのではなく、人の住むところとして形作られた方、主はこう言われる。私が主、他にはいない。私を置いて神はない。正しい神、救いを与える神は、私の他にはない。地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得よ。私は神、他にはいない。私は自分にかけて誓う。私の口から恵みの言葉が出されたならば、その言葉は決して取り消されない。私の前にすべての膝は鏡、すべての舌は誓いを立て、恵みの御業と力は主にある、と私に言う。主に対して怒りを燃やした者は、ことごとく主に服し、恥を受ける。イスラエルの子孫はすべて主によって正しいものとされて誇る。神の御言葉。神の前を進み、平和
平和はその足跡に従う。神よ私に目を注ぎ、強めてください。手を差し伸べて。アレルヤ、アレルヤ。福音を伝える者は声を高めよう。私たちの神は力強く来られる。ハレルヤ、ハレルヤ。ルカによる福音。その時、ユアネは弟子の中から二人を呼んで、主のもとに送り、こう言わせた。至るべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？二人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ユハネからの使いの者ですが、来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気を苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。言って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。主の御言葉、キリストに賛美。